はい、どうも、じゃあ、名人です。今回のモンストは、ガチャですね。の前に、なんか、すごいことになってるんですけど、アップデートで。なんか、様変わりですね、完全に。いろんな機能が、敵選択？ミッション。これがなんか、あるみたいで、全ミッションクリアせよ。亀か。亀がもらえるんですね。めっちゃもらえるやん。これ全部クリアすると、10体以上もらえます。スペシャル。なんでこれはあれか、まあ、前までの、やつですね。今週のミッションってのが新たに、これ変わっていくんかな、いろいろ。亀やったり、タスやったり、これが全部オーブとかやったら、オーブかける5とかあっても嬉しいんですけど、まあ、あと、モンスターボックスとかでもなんか、選抜強化売却。まあ、これが完全に強化売却用ですね、これ。まあ、めっちゃいるんですけど、あと選抜っていうのが、まあ、今いないんですけど、ボックスでなんかあれか。すべて表示で、まあ、こいつだとしたら、ここになんか、選抜って、出てて、まあ、こんだけ、モンスターがいたら、多分あれ、編成するときにめんどくさいと思うんで、まあ、そのとき簡単になるようにってことで、やってるんですかね。これすべてで、選抜になると、ここまで来ますから。こいつ選抜にした覚えないけどな、これ。なんでやろ。まあ、わからないですけど、まあ、なんせ、すごい変わってます。はい。大型アップデートで。すごいことになりましたね、本当に。これは、あ、これがお知らせね。ということで、アップデートを記念いたしまして、ガチャ、やっていきましょうか。水属性キャラ、特集ということで。水の遊園？シンドバッド、もう持ってないんで。あとは全部ラファエルもヒカルさんが持っとってん気がするんですけど、まあ。シンドバッド。ぐらいですか、シンドバッド。ですね。まあ、水限定で言うならですけど、まあ、他ももちろん出るんで、まあ、他も、まあ、狙いつつ、引いていこうと思います。まあ、シングル。で、前が4回目かな、確か出たんが。スキンありますね。世の中そんなに甘くないんですね、これね。これで一発で来てくれたら嬉しいけどな。来い！来てくれ！あ、違う。いやもう、すごい星豪感が出とるんやけどな、こいつは。ネプチューン。だって、まあ、こいつはいらないですね。二回目。行きますか。来てくれ！銀ある。あー、確定もない。きつい！うおー、ストライクショット！もうならず、ってことで。これは敗北かも。あ、まだ銀から金があるやな、そういえば。あー、水やけど、必要ないですね、僕には。オッケー。3回目。うわ、惜しい。1個だけ銀があるんですね、これね。まあ、仕方ないです、これは。行きましょう。ストライクショット。まあ、でも銀から、金、あが。まず銀が、ああ、2連続なるほど。まあ、いいでしょ。まだまだ序盤なんで、こんなのね。ほい。一旦ブレイクタイム。休憩。なかなかやっぱ出ないんですよね。休憩終わり。来い！お願いします。ああ、金。まあ、金。どっちでも銀の方がなんか嬉しい気もするけど、うおー、カーリー。カーリー2体目。2体目、出ちゃいました、カーリー。かぶりました。まあ、こいつは、加速と、大黒炎に使えるのがもう一個か。アインスイーパー、と、あれが。あ、違う。見にくいな、これ。選抜あんま必要ないかもしれないですね。
これでまあまあカーリーで、はい。僕こっち持ってるんですけど今、まあ、こっちもマインスイーパーワープなんで一応あいつには使えると、ダイオグデンには。なのでまあもう一匹はまあこいつはこっちを、まあ、クリシュナとアグニかな。なんでまあ簡単なんで比較的。まあ、なんとも言えないキャラですけど、まあ大黒天がさらにっていうかまあ、簡単ではないんですけど、攻略しやすくなったんじゃないかなと思います。僕の中では。まあ、クシナ、でもクシナの、フラゾーンも結構強いんで、あとは、何使えるのカーリーって。よくわからないですけど、まあまあ、星5なんで、どっかしらで使えると思います。まあ、進化すれば星6なんでね。はい、というわけで、今回はまあ、ガチャなんですけど、って感じですね、これ。まあ、もうすぐ、近々ですね、ストリートファイターコラボ、あるんで、17の昼からなんで、パパッと、これも行きたいですね、これ。お、トップ5のモンスター、iPhone ケースか。おー、いいね。でもまあ、ケースは僕何もしてないんで、まあケース欲しいっちゃ欲しいんですけど、なんかいいのはないんだよ、別に。これね。エドモンのホンダ。リュウ、ガイル、ブランカ。で、降臨キャラが、バイソン、バルログ、サガット、ベガ。なんで、まあ降臨も随時。降臨、まあガチャは多分速攻引くんでね。降臨も随時。妄想。まあ一人になるか、四人になるか、三人になるか、二人になるかっていうのもわからないですけど。まあ、できればね、ガチャとか、まあ、こういう新しいイベントとかはね、いっぱいで盛り上がってやっていきたいと思うんで、まあ、ぜひね、次、ストリートファイターコラボの時も見ていただけたらと思います。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。